2014年、エストニアのバイト外務大臣と、河野池義忠は、日本の政治家。衆議院議員、参議院議員、防災担当大臣、内閣官房副長官、社団法人日本青年会議所会等などを歴任。兵庫県天ヶ崎市出身。神戸大学附属住吉小中学校、兵庫県立神戸高等学校を経て、早稲田大学教育学部卒業。 日本青年会議所会頭を経て、1986年の第38回衆議院議員総選挙で、旧票後2区より初当選。党内では川本派に属し、沖縄開発政務次官などを務める。参戦を目指した1993年の第40回衆議院議員総選挙で落選後、1995年の第17回参議院議員通常選挙にて、 参議院議員に転じ4期務めた。1996年6月から1997年6月まで参議院建設委員長。1999年8月参議院、国旗及び国家に関する特別委員長。2000年12月から2002年9月まで自民党参議院国会対策委員長を務め、2002年9月30日発足の第一次小泉改造内閣で、 構造改革特区担当大臣、防災担当大臣として初入閣。翌2003年6月、青少年育成推進本部副本部長。同年9月22日、内閣再改造により、大臣を退任。2003年9月から2005年10月まで参議院、決算委員長。参議院議員転身後は無派閥を通していたが、2006年、国会議員以前から、 名誉関係にある麻生太郎が麻生派を旗上げする際に、これに参加し、同派副会長に就任した。2007年9月、参議院に予算委員長に就任。2008年9月、麻生内閣で内閣官房副長官に就任。その後、間室性肺炎のため入院。2009年5月13日に、辞職した。2018年5月10日、麻生派の会合において、 高齢や体調面の問題を理由に2019年の次期参院選に立候補せず、政界から引退する考えを表明した。しかし、参議院議員として、任期を全うすることなく、同年12月25日16時39分、間室性肺炎のため、東京都の病院で死去。78歳没。後日の閣議により、死没日付をもって肖像くらいに助し 朝日大受賞を追蔵した。参議院では5年ぶりとなった愛党演説は福山哲郎が務めた。なお、吉忠の長男で公設秘書の河野池はじめ一の公認を自民党兵庫県連に申請していたが、はじめ一は県連での選挙で兵庫県議会議員の片広之に敗れ落選した。郵政国会において当初は郵政民営化法案は議論が不十分であり、 どちらかといえば、消極的反対である。と主張していたが、自民党執行部が、造反者に除名を含めた、厳しい処分をちらつかせ、締め付けを強めると、これに反発。第一次、小泉改造内閣成立当時からの名優である、青木美希を、片山虎之助らの説得を受けるが意見を覆さず、態度を硬化させ、読売テレビ放送、高人のそこまで行って、委員会で、 真っ先に、郵政民営化法案反対を打ち出した。放送は、中部地方から西日本の地域限定での放送だが、全国紙に発言が記事に載るなど物議を醸した。2005年8月8日の郵政民営化法案の参議院本会議では、反対票を投じた。その際、メディアのインタビューにて、衆院は、フライパンの上でバタバタしている、ひよこのようだ。 優政法案は、船全体が沈もうとしている時に、船長室のペンキを塗り直しているようなものだと、法案を批判したが、小泉純一郎が衆議院を解散させ、メディアが一斉に自民党圧勝の予想を伝え始めると、選挙投票日3日前の9月9日に、それまでの意見を一転させ、2005年衆院選で、 与党が過半数を維持した場合、選挙後の特別国会に提出される優勢、民営化法案に民意を尊重して賛成すると意思を表明した。この後、同様に法案に反対票を投じた中曽根博文も賛成の意思を表明し、続々と反対していた他の参議院議員たちも民意という言葉を口に出し態度を変えていった。政治資金に関する不祥事への批判、 編集第21回参議院議員通常選挙での与党敗北。自民惨敗の代用員である政治と金の風発熱が安倍内閣の閣僚に次々と感染していると批判し、事務所職員が党の政治資金を指摘流用していた内閣官房長官、塩崎康久に対し、だらし内閣官房長官と揶揄している。会期延長への批判。編集二千七年六月。 安倍内閣が第166回国会での国家公務員法改正案成立を支持したため自由民主党は国会会期延長の検討を始めた。しかし会期延長を行うと第21回参議院議員通常選挙の日程が変更される見通しとなったため河野池は日程的には100%不可能な法案を無理に参議院へ送って成立をさせよう。 そのためには、参院選挙の日程も変更してでもとは、と嘆き、総理大臣官邸スタッフに対し、苦労知らずの仲良し官邸団の諸君よ。参院は、官邸の下請けと違うんやで特言を呈した。また、第21回参議院議員通常選挙の見通しとして、参院選挙の会期延長したときは、2回とも大敗してるとも指摘した。二千七年九月に、 予算委員長に就任。2008年3月14日の予算委員会で、国土交通副大臣、松島緑の津田谷太郎の質問に対する答弁が、事故の選挙区の事情を述べるなどして、長くなった。気発油税暫定税率への見解変化に関する質問であったが、話が原発周辺の緊急用道路整備に飛ぶに及んで、河野池も目に余ると判断し、 松島に簡潔に答えるよう指示した。しかし、松島は答弁を継続。結局、答弁を打ち切りなさい。と河野池が何度も大声で命令したにもかかわらず、松島は与党理事が直接制止するまで答弁を続けたため、予算委員会を冒徳したとして、委員長権限で異例の委員会出入り禁止処分を受けた。委員会審議終了後に松島は、 謝罪に訪れたが、河野池には会えず、河野池は、私が委員長の間は、委員会室に入れないと述べた。これに対し、野党である民主党から、河野池の対応を評価する声が上がった。2011年9月、辞意を表明した、参議院幹事長、小坂健次の後任に、参議院議員会長の中曽根博文から指名され、中曽根は、河野池幹事長、 山本和太政策審議会長の人事案を自民党参議院特別総会に提出したが、票数は賛成31、反対41、無効6で人事案は否決された。結局中曽根は町村、ぬかが、小賀三派がお墨みぞけ県政を参議院幹事長に岩木光秀を参議院精神会長に起用したため、国有地が学校法人、 森友学園に格安で売却された件をめぐっては、河野池は2017年3月1日の夜に記者会見を開き、同学園理事長の籠池康則と面識があることを明かした上で、2014年4月に面会した際に封筒のようなものを差し出されたと証言した。一瞬で金だと分かった。だからそれを取って無礼者と言った。それが金か、こんにゃくだったか。 天ぷらか、ウィーローか、知らん。確かめて、変のだから。しかし現実として、私が手に持って投げ返したと述べ、金銭の受け取りや、口利きなどの関与については否定し、野党頑張れ、学校を作らせたらいかんと述べた。一方で学園側は河野池に渡そうとしたのは、計3万円の商品券であったと、明らかにした上で、挨拶の意味で、お願いではないなどとして、収賄を否定。 また、逆に、河野池側から、献金や寄付の強要があったと主張した。森友学園問題も、参照こうした状況を受け、首相の麻生太郎はあくまで健康問題が原因の辞任であるとの見解を示したものの、事実上は一連の不祥事の責任を取る形で、内閣官房副長官を更迭した。その後、自民党兵庫県連は河野池を処分として最も重い助席とした。 県連によれば、所属国会議員の助席は初めて。その後、2010年8月30日に、県連復帰が決まった。王子は、河野池組の創業者で、関西の教閣として知られた、河野池忠次郎。祖父は、忠次郎の弟で、同じく教閣の河野池藤太郎。父は、天ヶ崎河野池組や天ヶ崎公運社長を経て、天ヶ崎市に、 兵庫県議を務めた河野池勝氏戦国大名天腰の歌詞に山中高生の子孫を自称している。建設会社の河野池組は、明治4年に河野池忠次郎が建設と運輸を行う会社として創業したもので、河野池前衛門一族による河野池財閥とは全く無関係である。ありがとうございます。